おお、よくぞ戻った、勇者ハロルド賢者の知恵よ。へえ。それで、魔王勇者の地位置はどうなった？この事件の黒幕はやはり魔王勇者の地位置であったか？国王黒マーク。僕たちは魔王勇者の地位置を倒しました。そうか。それはよくやったぞ。勇者ハロルド賢者の地位よ。しかし、魔王勇者の地位置の話では世界に呪いがかけられていると。呪い？絶望した人間がスライムの木に触れると、そのものもスライムになってしまうという呪いです。なんと。その呪いをかけた者を倒せば、世界の呪いは解けると。なるほど。ということは、もうその呪いは解けたというわけだな。いいえ。何？お前たちは魔王勇者の地位置を倒したのではないのか？確かに僕たちは魔王勇者の地位置を倒しました。しかし、魔王城から帰る途中、あるものがスライム化するのを目の前で見ました。ふむ、それは不思議だ。さらに言えば、魔王勇者の地位置は何者かに操られていた可能性があります。操られていた？どういうことだ？魔王勇者の地位置の首の裏に怪しげな黒いマークがあったのです。ほうほう。それは何者かに操られている印だという噂がありまして。なるほど。そういえば、勇者ハロルド賢者の地よ。あと二人仲間がいたはずだが、どうしたのだ？ソウル・ルキウス・スグシヌヨンは、この城を出て八歩くらいのところで敵にやられてしまいました。なんと、100歳まで生きると言っていたのに。そして剣士テレーザ IQ さんは、実は魔王側のスパイでして。スパイだと？やむなく僕たちが倒しました。なんと、にわかには信じがたい話だ。そう！信じられない話なのです！何せ私は生きているのですから！テレーゼ！わずかに残っていた意識で、魔王勇者の地位置とハロルド賢者の地たちの話は聞いていた。そしてこの IQ1 億のテレーゼ IQ さんはひらめいた！つまりこの事件の黒幕は、魔王勇者の地位置ではないとな。そう、この事件の黒幕は国王黒マーク、あなたではないですか。私も国王黒マークに一つ言いたいことが。ズバリこの事件の黒幕は国王黒マーク、あなたではないですか。何を言っているのだ。最初に念を押したではないか。この事件の黒幕はこの国王黒マークではないと。なるほど、そういうことか。みんな、本当の真実が明らかになった。つまりこの事件の黒幕は国王黒マークではないぞ。口では何とでも言えます。確かにその通りだ。国王黒マーク、世界に呪いをかけたのが魔王勇者の地位置でないのであれば、それほど大きな魔力を持っているのは国王黒マークしかいません。ひとまずお前たちは魔王を倒したわけだな。ええ。勇者ハロルド賢者の地よ、もしこの国王黒マークがこの事件の黒幕だとしたらどうするのだ。世界にかけた呪いを解いてください。嫌だと言ったら。あなたを倒さなければなりません。まったくもって愚かな。この国王黒マークに勝てると思っているとはな。これが国王黒マークの姿。魔王勇者の地位置を倒したとなれば、もう貴様らに用はない。
新しい世界秩序のための礎になるがいい。国王クロマーク、あなたが最後の敵というわけですね。さあ、最終決戦といこうではないか。まったく、舐めてもらっては困る。わしはこの国を統る国王、クロマークであるぞ。お前たちでは全く相手にならんのだ。ここで一気にとどめを刺すのも悪くないが、一人ずついたぶっていった方がお前たちも面白いだろう。マザー、まったく口ほどにもない。どうした、少しは抵抗してみてはどうだ。クソ、俺に賢者の血が流れてさえいればマーシャを助けることができるのに。ふむ、お前をいたぶるのも飽きてきたな。そろそろとどめを刺してやろう。さらばだ、マーシャ裏にいる。マーシャ、マーシャ、ハロルド。不思議だ、なぜだか力が湧いてくる。なるほど、賢者の血が覚醒したか。俺に賢者の血が。だから言ったでしょ、ハロルドには賢者の血が流れてるって。本当にそうだったなんて。賢者の血は大切な人を守るときに覚醒する。そして愛によって増大する。力が湧いてくる。私もだ。なるほど、覚醒したハロルドのパワーを他の仲間にも分け与えたわけか。最近骨のあるやつが少なくてうずうずしていたところだ。少しは楽しませてくれそうじゃないか。
想像以上だ、勇者ハロルド賢者ノッチ。まったく、お前が実の息子であればと思うほどだ。わしも新しい世界秩序を見たかったものだ。さらばだ。終わった。これで全部終わったんだ。これでスライム化現象も止まる。マーシャ、マーシャのおかげで僕はここまで強くなれた。あのさ、マーシャ、そのよかったらなんだけど。ハロルド、まだスライム化現象は止まらない。え？おい、見てくれ、二人とも。嘘だ。国王黒マークの首の裏に黒いマークが。国王黒マークに黒いマークがあるなんて。国王黒マークが何者かに操られていたということか。この事件の黒幕は国王黒マークじゃないのか。ハロルド、ハロルドには伝えなきゃいけないことがある。ついてきて。ここから先に進んで。ハロルド。ん？お父さんの形見のネックレス、結構おしゃれなんだね。え、ああ。でもこのブレスレットは似合ってないと思う。さ、行きましょ。ん？ああ。
れしました。あなたはようやく来たのね。よくここまで来ました、ハロルド賢者ノッチ。王妃フリーン様、こんなところで何をなさっているのですか。一体ここは何なのですか。ここは儀式の間です。私はここから世界に呪いをかけた。呪い？絶望した者がスライムの気に触れたらスライムになってしまう呪い。どういうことですか、王妃フリーン様。話が見えてきません。つまり世界に呪いをかけたのはフリーン様ということなのですか。すべては計画通りだったのです。魔王勇者のチーチが倒されることも、国王クロマークが消えることも、そしてハロルド賢者ノッチの賢者の血が覚醒することも。よくやってくれたわ、マーシャ・ウラギール。マーシャ・ウラギール、なんだ、全く話についていけない。つまり全ては計画通りだったということなのか。そう、全てが計画通り。テレーゼが私たちを裏切ることも、人狼村でハロルドが落ち込むことも、そして私がハロルドの大切な人になることも。魔王も国王も首に記されたフリーン様の愛の刻印によって、本人たちも気づかないまま心を操られていた。全てはフリーン様への愛を示すために。それはつまりフリーン様は魔王勇者の地位と不倫していたということですか。なぜですか、なぜそんなことを。新しい世界秩序、人間は愛に飢えているの。愛を与えられない人間、愛を受け取れない人間、愛に満たされた人間もいれば孤独で絶望している人間もいる。そんな世の中は醜いわ。だから全ての人間に愛を保証しないといけない。つまりそれは全ての人が私を愛し、私もまた全ての人を愛する世界。これが愛にあふれた新しい世界秩序、愛で満たされた素晴らしい世界。ではそれを受け入れられない人間はどうなります。そんな人間は必要ない。絶望し雑魚のスライムになり果て駆逐されるといいわ。マーサが今までやってきたことは全部演技だったの。全ては僕に大切な人だと思わせるための。その大切な人を守るために僕の賢者の血が覚醒するように。ただそのために。フリーン様、一つ聞きたいことがあります。何かしら。なぜ魔王と国王は消えなければならなかったのですか。どちらもフリーン様の言うことを聞く存在、生かしておいてもよかったのでは。マーシャ、あなたは愛のことが分かっていないわ。愛の刻印は強烈な愛情を呼び起こすの。あの二人が生きていたらお互いに嫉妬で狂って暴動にまで発展してしまう。どちらも私と二人きりで歩む世界を空想していたから。それではどちらか一方だけを消せばよかったのでは。いいえ、どちらも私のパートナーにはふさわしくないわ。ハロルド賢者ノッチ、よくさまざまな試練を乗り越えここまでたどり着きました。あなたこそ私のパートナーにふさわしい。さあハロルド賢者ノッチ、私と共に新しい世界秩序を作りましょう。私は国民全員を愛するけれど、あなた一人にはそれよりも特別な愛情を与えるわ。さあいらっしゃい、ハロルド賢者ノッチ。
何の真似です、マーシャ・ウラギール。ハロルド、確かに私がしてきたことは賢者の血の覚醒に必要な大切な人になるためのものだった。でもね、ハロルド、私がハロルドに言ってきた言葉は全部本当だった。ハロルド、フリーンの元になんか行く必要ない。何を考えているの、マーシャ・ウラギール。ごめんなさい、フリーン様。私は愛を知ってしまったんです。何をしているのか分かっているの、マーシャ・ウラギール。分かってます。このマーシャ・ウラギールはあなたを裏切ります。愚かね、マーシャ・ウラギールが私を裏切る。捨て子だったあなたを密かに育ててきたこの私を。あなたは本当の愛情を教えてくれなかった。私に本当の愛情を与えてくれなかった。でもこの旅で私は本当の愛情を知った。プッフッフッ。あ、本当の愛情？あなたは一体何を知った気になってるの？本当にものを知らないのね、あなたは。いいわ、本当の愛情が何なのか見せてあげる。さあ、ハロルド賢者ノッチ、こっちにいらっしゃい。見ろ、マーシャ、ハロルドの首の裏を。え？よくご覧なさい、これが本当の愛よ。いつの間に？愛の刻印は口づけをした相手に与えることができるの。私はハロルドが旅に出るときにそっと口づけをした。この時のためにね、ハロルド。どうしたんだマーシャ、そんなに大声を出して。ハロルド、行かないで。どうして？マーシャも来るんだ。フリーン様と一緒に新しい世界秩序を切り開いていこう。ハロルド、ねえ、目を覚ましてよ、ハロルド。ごめん、マーシャ。マーシャが一体何を必死になっているのかわからないよ。ねえ、目を覚ましてよ、ハロルド。マーシャ、どうして泣いてるの？僕の胸で。どうしてだろう。どうして僕まで涙がこぼれてくるんだろう。何が悲しいんだろう。何が懐かしいんだろう。この感覚は。ハロルド。僕は今、マーシャを裏切ろうとしてた。見ろ、マーシャ。ハロルドの首の裏。愛の刻印が消えていく。バカな。魔力で増幅した私の愛を超えるものなど存在しないはず。フリン、お前が言う愛はただ人を操るための道具に過ぎない。そんなのは愛なんかじゃない。まったく、コマの分際で生意気な。私の愛を受け入れられないなら用はない。このスイッチを押せば小型爆弾を仕込んだハロルドのブレスレットが爆発する。魔王勇者のチーチに渡したものは偽物だけど、これは本物。さよなら、ハロルド賢者ノッチ。
残念だったね、フリーン。ハロルドのブレスレットは私が外しておいた。小賢しい。私に逆らったことを後悔するがいいわ。新しい世界秩序の頂点となる私の意志におとなしく従っておけばよかったものを。これが王妃フリーンの姿。圧倒的な魔力を感じる。ハロルド、大丈夫、僕たちならやれる。今までだってわずかな可能性を信じてきたんだから。これが最後の戦いだ。行くぞ。こいつが最後の一匹か。そうね。よし、とっとと片付けるか。倒さないの？みんな、このスライム、僕が飼ってもいいかな？ん？どういうことだ？なぜだかわからないけど、近くにいてほしい気がするんだ。人間には危害を加えないようにする。まあハロルドがそう言うならそれでもいいけど。ありがとう。俺はハロルド賢者ロッジだ。よろしくな。
ねえ、この子の名前ハロルドのムースコはどうかな。僕はマーシャの子孫がいいと思うな。どうしたの？いや、僕の父さんもこんな風に悩みながら僕の名前を考えてくれたのかなって。きっとそうだよ。まったく二人でイチャイチャして。 IQ1 億の私ならもっといい名前を考えつくんだがな。それにしてもハロルドがあのスライムを連れて行った時にあのスライムが落としたアイテム、どこかで見覚えがあった気がするんだがな。ネックレス、多分私の気のせいだな。